伊勢崎ガスリを着た女性伊勢崎ガスリとは、群馬県伊勢崎市とその周辺地域で製造されている、かすり、伊勢崎名船とも呼ばれている。伊勢崎ガスリは、太織という残り物の眉から引き出した木糸を用いた織物で、本来は農家が自家用に生産していたものであった。江戸時代中期にその基礎が築かれ、丈夫かつおしゃれな、島模様が次第に、庶民の間で人気を博し、 伊勢崎周辺は、元より遠くは、江戸、大阪、京都へも出荷されるようになった。明治に入ると、近代的な染色、織物技術が海外から導入され、かすりに用いられる糸も手で紡いだ鉄麦糸から、機械生産による年始へと変わり、生産性も大幅に向上した。野木真レ介学習委員長が伊勢崎がすりを高く評価。 学習院の学校儀に用いられるなど、明治末から昭和初期にかけて伊勢崎ガスリは、名船と呼ばれるまでに成長を遂げた。その後、急速な洋装化や戦後日本における、繊維産業の社用化に伴い生産量は激減したが、1975年には、国から伝統的工芸品の指定を受け、ネクタイやテーブルクロス、のれんとう、短物以外の製品に製造技術を応用し、 再び注目を集めることとなった。そのような試行錯誤を続け、伊勢崎ガスリの伝統を絶やさない努力が現在に至るまで続けられている。ありがとうございます。